人で出かけることが近頃よくあるわ。あなたの自由な時間増えたから、若い頃のように手をつないだら、若い頃と違い少し恥ずかしい。落ち着いた色の服しか持っていないから、一度冒険しようかな。お店に付き合って二人で旅するプラン、近頃考える。一緒に行きたいところあるからよ。若い頃であれば遠い異国へ、若い頃と違いのんびり場所は苦手になってきてるから、多分平日旅行ならいいとこあるでしょう。話をするの近頃多いけど、整理をしておくことはしないとね。若い頃は先を見ないふりする、若い頃と違い時間はないのよ。残された人がすることパッとわかるように、そして仲良くできるように言葉も伝えたい。